お、校長 PTA 会長が来てるよ。悪いけど戻ってきてくれるかい？わかりました。え、また交換のカクテルかな？なんかさ、どこの学校いても同じ PTA 会長だからさ。ね、追っかけなのかな、あの PTA 会長は。俺が赴任する先々に引っ越して、わざわざ PTA 会長やってるみたいな、そんな感じ？あ、同じ人だ、やっぱり。こんにちは。あら、校長先生、お久しぶりね。今日は近くに用事があったから少し様子を見に来たわ。やっぱりこれ、やっぱりだわ。同じ人だわ。わざわざこのカクテルをあげるために引っ越して、で、その地域の PTA 会長になってるんだ。怖い。変な笑い方だね、あの人。性格悪い。お、スイカもできてる。やった。つか、イチゴが毎日できるんだけど、これ。やばいね。一回できちゃうと、毎日収穫できるってこと？じゃ、毎日100万じゃん。え、牛より全然いいんだけど。これ回数は多分限られてるんだろうね。何回か取ると、なくなっちゃうみたいな。え、スイカは1個いくら？40万。やっべ。めっちゃ金稼げんじゃん、ここ。すげえな、このゲーム。どんだけ高級なスイカなんだろうね、10個で40万って。メロンは？100万！あ、でもメロンは1回でなくなっちゃうのか。なるほどね。で、これ苗植えればいいのかな。これで購入します。はい。あ、全部消えちゃう！そういうこと。全部収穫してからじゃないと、もったいないことになっちゃうのか。わかりました。これ覚えとこうか。じゃあメロンめんどくさいね。2個ずつか。わかりました。でも1個100万はでかいよね。すげえ。そのさ、価格相場ってどうなってるんだろうね。どういう基準で売られてんだろう。100万でしょ、すげえな。で、こっちは、あ、うんこも、このあられちゃんうんこ。これはちょっと手掴みで回収しないとね。うん、愛情込めて。あ、違う違う、間違えてた。羊毛と挟んでうんこ。オッケー。あ、待って、これ金の卵じゃん。黄色だよね、これどう見ても。いくらだろう、これ。おー !777万。いい、お前。お前、マジでいいわ。これ、でかいね。5日に、7日に一遍でも、元が取れるわけでしょ？全然いい。一番いらないのがあれだね、羊だ。お前だわ。一番、どうしよう。NTT ドコモ解約しちゃって、牛もう一匹、ゲットしようかな。それがいいような気がする。効率的にはそれが一番いいもんね。100万だし。どうしよう。でも可愛いもんな、こいつ。まあ仕方ない。じゃあこのままでいこうか。どうせやっぱ3種類ね、育てたよね。愛情込めて。うん。解約したくないし、2年間頑張れば、もしかしたら割引してくれるかもしれないからね。いろいろと。よし。お、元いる。こんにちは。ひゃひゃ、これはこれは校長先生いらっしゃいませ。はい。今日は、お、人気ゲーム誌を持ってまいりました。なんでゲーム誌なの？これさえ愛読しておけば、今生徒が夢中になっているゲームが全てわかるのです。ファミ通みたいなやつ？そうなる学校に持ってこないでくださいよ。この雑誌には、この先20年分のゲームソフトが書いてありますので、この先20年は好感度アップの効果が得られるでしょう。ぜひ買ってみてください。20年好感度アップし続けるって相当だよね。つか未来、未来の雑誌なの？すごい。この人一体何者なの？未来のゲームってどうなってるんですかね。でも20年分だったら相当いいんじゃない？どうです？お買いになりますか？お題は20年分で500万。500万か。雑誌で500万はきついな。いやでも、考えてみたら安いんじゃないかな。1年だって17万5千円ぐらいでしょ？そう考えると、1ヶ月あたりでもね、そんなに高くないし、高えな。いやでも未来の雑誌だからね。いや、それはいいと思う。買いましょう。はい。これで人気ゲーム賞を手に入れた。やったぜ。好感度が2位上がったよ。どこにあるんだろう、アイテムとか。アイテムとかないんだけどね。自動的に増えていく感じかな。オプションは違うよね。違うね。そう、壁紙変えとくそろそろ。ねえ。じゃあ、これにしとこうか。うん、全然普通だけど。たまにはね、雰囲気を変えないと。なるほど。他にはないんですか、もう。ないか。20年。多分ね、これ、アイテム欄はないけど、自動的に毎日、ちょっとずつ、好感度が上がっていく効果があるんじゃないかな。すげえ。こういうのもあるね。よし、じゃあ、次の日にしちゃいましょうか。で、今日が夏休みってことは、多分明日にしたら、授業料が支払われると思うんだよね。だから、今授業料上げとけば、めっちゃ増えるんじゃない？収入。
学校情報でいいんだっけ。ここで一時的に授業料一気に上げて金を回収したらまた元の額に戻すっていうのはどうだろう。これいけるんじゃないかな。授業料を20万ぐらい増やして、あ、待って、あ、50万までしかできないんだ。あ、マジか。じゃあ10万増やして、はい、増やします。で、明日になればめっちゃ収入増えてんじゃない。多分好感度結構下がっちゃうと思うけど、で、また次の日に なる前に授業料下げとけば回復するんじゃないかな。じゃあそれでいこうか。完璧。はい、じゃあ終了します。はい、よろしくお願いします。50万だからどれくらい収入くるだろう。かなり増えるんじゃないこれ。今9000万ぐらいの借金だけど、1300、誰だこいつ。今金に見とれてて見えなかったけど、アフロ、あれか、アフロサングラス。おはよう校長、今日は有名な写真家さんが来てるよ。写真家さんなんだ、こんにちは。もしお金になる話だったら迷わず引き受けてよ。赤字なんだからさ。まあね、でも結構稼いだよね。1300万でしょ、かなり稼いだよ。でも58、でもあれか、好感度は3しか下がってないんだね。結構いい感じ。あなた誰。サリー渋尾、はじめまして、写真家のサリー渋尾と申します。写真家なんですか、個性的ですね。なんかトンボみたい、かわいい。今日はカウボーイ教頭と学校を撮らせていただく、いただきたく伺いました。もちろん報酬も出させていただきます。カウボーイ教頭って呼ばれてるんだ。やだなこの連中。報酬は500万。マジっすか、全然いいっすよ。でもちょっと少ないです。マジ交渉できんのこれ。画滅度とか上がらない、大丈夫。ちょっと500万、そうですね、私はフォトジェニックなんで500万じゃちょっと少ないですかね。じゃ少ないです。む、やりますな。ここで講習の交渉ですか。そうですね。では800万、800万か。800、もう一声、もう一声ください。あなたただものではないですね。それなら1000万円でどうだ。もうこれ以上は無理ですよ。まあ、無理っていうならしょうがないわな。では早速写真を撮らせていただきますので、校内のいろいろなところで撮影しますので、もしよかったら校長先生も見学に来てください。まずは体育館で撮影しますよ。わかりました。ではジョージさん、体育館で待ってますよ。やった、1000万円これでゲットできるわけね。交渉してみるもんだな。やったね、キョット。ああ、美しいことは罪だね。僕の魅力は変な写真家まで引きつけてしまう。自分のことイケメンっていう人、これほんと嫌いなんだけど、そういうなんか自意識過剰、そういうキャラすごい嫌いです。よっしゃ、大会行きましょうか。あ、その前に授業料下げておかないとね。せっかくいただいたお金なんで、これ以上好感度下げたくないんでね。じゃあ授業料設定で40万まで下げます。はい、びっくりだね、これで10万安くなったかのように錯覚するね。こんにちは、どう授業料。昨日もお料理の勉強したのにうまくいかないな。私才能ないのかな。いや、お料理はやっぱりさ、回数を重ねるんじゃないの。やっぱさ、千切りとかも最初はさ、うまくいかないけどぎこちなくて、やってくるうちにさ、めっちゃさ早くなってくるからね。ってすっげーなんか不良増えてんだけど、おかしくね。夏休みの間に不良生徒多すぎだろ、増えすぎだろ。あれか、夏休みデビューってやつか。みんな髪染めたりピアス開けたりしてるんでしょ。これは指導しなきゃいけないね。めっちゃ増えてんじゃん。前まで1日にね、1人ぐらいしか増えてなかったのに、夏休みの間にいくらぐらい増えたんだろう。おお、めっちゃ増えてる、やべえ。じゃあ指導していきます。で、内気なんで、内気は優しく OK。 おー、ギリギリだったね。体力、不正生徒は、不良生徒はいなくなりました。やったね、 OK。 じゃあ体育館行きましょうか。やべ、あんなに増えると思わなかった。明日の体力大丈夫かな。で、体育館ってどこだっけ。場所全然覚えてないな、久しく行ってないからな。多分1階にあると思うけど、体育館とか水泳教室みたいなの、ああいうのって1階しか作れないんだよね。2階以上に作れないんで、多分この階にあると思うんだけど、どこだっけな。あ、これか、ここだ。はい、入ります。校長ワープ使いたかったけどね、体力ないからね。さあ、どうでしょう、いるかな。あ、いた、1人で。お前が被写体なのかよ。それはポリポリしたくなるわな。え、他には生徒はいないの。生徒と一緒に撮りたいんだけど。おーい、教頭何してるの。お、お、校長先生、見にいらしたんですね。いや、この人の写真は見たくないですけど、別に。これは今撮れたばかりの写真です。1枚差し上げますよ。すげえいらないんだけど。つか、ワイドで撮ってるんですね。次は職員室で撮影しますので、お待ちしております。あ、先生方で撮るわけね。ジョージの写真を手に入れた。いらねえ、マジで。ちょ、やめてくださいよ。写真を撮ってもらうのは、なかなか気分がいいね。被写体が悪すぎる。いやー、彼とカメラの相性はいいですね。いい写真が撮れそうだ。この二人ダメだ、こいつら。生徒を撮りましょうよ、もっと。部活してる生徒の姿とかさ、ね、勉強してる生徒の姿とか、そういうのがやっぱいいんじゃないかな。先生なんて撮っても誰も嬉しくないよ。
誰が喜ぶのあれ。ターゲット層はどこなんだろうね。で、職員室、職員室どこだっけな。あ、ここか。よし、校長室の隣なんだね。普段行かない場所は覚えられないね。指導室とかはすぐ覚えられるんだけど。さあ、開いた。またお前かよ。またお前しか取られてないのかよ。どういうことね、ちょっと。何してるんですか。わざわざ定位置まで戻るんだね。なんて書いてあるんだろう、これ。文字がかすれて読めないけど。思春期じゃないの、なんだろう。読めない。校長先生、あれはいいですよ。個性がにじみ出てる。まあ、個性は豊かだと思うよ。これはいい写真が撮れますよ。さすがにこんな姿の、ね、教頭はね、世界広しといえど、いないだろうね、この人しか。この躍動感あふれる写真、あげちゃいます。さあ、次はクラウドだ。躍動感あふれる写真を手に入れた。特に躍動感あふれてないと思うんだけど。さ、写真のさ、才能がないよね、この人。なんでちょっと斜めってんだろうね。マジか、なんで。そうだ、ジョージ君、その調子だ。もうジョージ君写真集になってるじゃないですか。あれ、いけない。あ、違う。よし、OK。さ、サーリー、僕の魅力を引き出してくれ。ダメだ、こいつら。まあ、でも、金になるっつんだからね、1000万くれるっつんだからね、これぐらいの苦行は仕方ないわ。うん。教頭が楽しそうだし、まあ、仕方ないわな。同僚だからね、同僚のよしみとして、少しは付き合ってあげないと。そう、人付き合いもね、社会人としての、務めですから。お、プールでうなぎが泳いでるのですが、どうしましょう。またこれか。前回は食べましょうであんまり好評じゃ、なんつうだ、あんまり良くなかったんだよね。じゃあ川に返しましょうかね。そうですね、早速川に返しておきます。しかし、なぜプールの中にうなぎが、なんででしょうね。え、それだけ、何なんだろうこのイベント。特にさ、ね、好感度も上がってるわけじゃないし。あれっつうか、グラウンドでどうやって行くの。こっち側になかったっけ。こっちから行くのかな。あ、いけない。あれ？これか。このちっかいのがぐらいのグラウンドか。ちっちゃすぎだろ、これ。あれだよ、クラスの部屋より狭いじゃないですか。まあいいや、ここで。これ撮ってるんでしょ？今度はどういう風に撮ってんだろうね。スポーティーな格好してんのかな？真ん中で何やってるんですか、ちょっと。ちょっと。これはいい写真だわ。きえー、上手いい。お前はすごいやつだ。100年に、あ、読めなかった。いやー、これぞ芸術だ。さあ、写真だ、受け取れ。なんですぐ現像できるのこれ。芸術的写真を手に入れた。確かに芸術的だ。奇跡の一枚だわな、この小鳥が飛んで。いや、これはいい写真だわ。うん、これはね、認めざるを得ない。きえー、任せろ、ジョージー。シャバダバーン。シャバダバーン。シャバドビダって変身ってね。なあ、サリー、サリー、サリー。俺を取れ。もっと取れ。ダメだ、こいつら。早くなんとかしないと。てかもうこれで最後なのかな。3枚取り終わったと。はあ、やだ。また校長室戻れば戻ってるかな。ちょっと戻ってみようか。お、戻ってた。よかったよかった。どうでした、サーリー。おー、サーリー、もっと俺を取ってくれ。テンション上がりまっくりじゃないですか。やったやったって。いらねえなーマジで。でもこれで1000万もらえるんだからいいわな。あ、仕方ない仕方ない。じゃあ、いつもの日課をやっていこうか。おお、こんにちは。おはよう、校長。サリーが撮影の報酬を支払いに来てるよ。あ、1000万っすか。早くよこしなさいよ、ちょっと。おはようございます。今日約束のお金を支払いに来ました。すごいよね。1000万もポンと出せるんだからね。相当稼いでるんだろうな、この人。やったー、1000万いけっつ。それでは私はこれで失礼いたします。わざわざありがとうございます。金のなる木じゃないですか。やばい。これを5回やるだけで CD 売り上げと同じぐらいでしょ。また来てもらいましょうよ、ちょっと。いや、サリーはすごい人だよ。彼のレンズを見ていると人格変わっちゃったからね。もう素が出たって言った方がいいんじゃないですかね。なるほど。すごいね。1000万か。いい知り合いを持ってますね。いい金づるだわ。じゃ、これからも頑張って。でもさ、今5000万でしょ。もう半分までいったってことはさ、いけるんじゃないかな、借金返済。頑張っていこう。おお、おはようございます、校長。今日は2年生の臨海学校で、わ、スイカ割りかやりたい。でもこれ砂場でやるとすごいことになるんだよね、スリカが。僕も行きたかったな。校長もそうだろう。そうだね、行きたかったね。なんで校長はいつも行けないんだろう、こういうイベント。おかしいよね、校長だって遊びたいよ。ねえ、京都。ふんふふん。そう、僕はカーボーイ。ダメだ、この人。でも根っからの日本人。脳内パラダイスすぎてもうダメだわ。そっか、やっぱ妄想の中で楽しむしかないんだね、校長や教頭っていうのは。悲しいわな。お、女の子が一人で
何してるんですか。こんにちは。何してんの、こんなところで。今年の夏休みはみんなで海水浴に行ったんです。楽しかったですよ。さて問題です。どこの海に行ったでしょう。沖縄かサイパンか。でも北海道だからね、沖縄もサイパンも時間的には大して変わんないんじゃないの。いや変わるか。やっぱり近場だからね、夏休みだからな。どうしよう、沖縄じゃないかな。さすがにサイパンはね遠すぎるから、じゃあ沖縄で。おお来た、ピンポン、正解です。正解した校長先生にはこれをプレゼント。なになになに。沖縄のお土産、好感度カクテルです。飲むと好感度が上がりますよ。あ、今95だからちょうど5上がって100になるかな。やったーいらねえ。ちょっとさ、今さ勤務中なんで、そんなさね、お酒なんて勧めないでくださいよ。つうか未成年が買えたんですか。あ、多分お母さんがあの校長先生に買ってってあげなさいとか言ったんだろうね。気聞きすぎだろ。普通担任のね教師とかならねプレゼント持ってってもいいけど、校長先生にわざわざねお土産を買ってくる人ってのは珍しいけどね。できたお母さんですわな。そしてこのゴミでやる。お、闇商人さんお久しぶりです。今度は何売ってくれるんですか。ひゃひゃ、これはこれは校長先生いらっしゃいませ。今日の品はレシピ、あ、レシピ、今日食後のデザートは当たり前デザートレシピでございます。デザートか、これは欲しいな。このレシピがあれば食堂でデザートのメニューを開発することができる。そうだね、そろそろ開発できるものがなくなってきたからね。これはいいね。いくらですか。500万。結構痛い出費だな、500万って。まっすぐ元取れるからいっか。よし、オッケー、デザートレシピをゲットしました。まあ5000万、あと何ヶ月だ。今2学期の12日ってことは結構後半だね。行事設定で見れるかな。12だからもう折り返し地点はもう過ぎてるわけだ、とっくに。あとさ1、2、3、4、5、6日しかないじゃん。やべえ、あと6回11終了したら終わりってことでしょ。これ4800万返せるか。無理っぽくね。大丈夫かな。あれさ、写真撮影があったから前半5000万は頑張って削れたけど、残りやばいね。ちょっとペース上げないとまずいね。お、おはよう校長。早速なんだけど校長に見せたいものがあるんだ。なんすか。これなんだけど、なんだかわかる。ん、何、え、これは卵ですね。これをどこで、え、なんすかこれ。大丈夫ですか。トゲとか生まれてこない。昨日校庭で生徒たちとタイムカプセルを埋めようと思って穴掘りをしていたら見つけたんだ。なんだろう、恐竜の卵かな。どうしようか。研究所に送る、サリー志望に送る。サリー志望に送ってどうすんだよ。これさ、自分で育てられないの。育ててさ羽化させるとかそういうイベントないのかな。でも研究所に送ったら戻ってこなそうだけど、サリー志望に送ったからってどうだってんだよな。どうだっつう話だからね。ちょっとちゃんとした研究施設に送った方がいいんじゃないかな。じゃあ今日の代わりにでも研究所に郵送しておくよ。なんかさ、世紀の大発見かもしれないよ。それでさ、お金もらえるかもしれないね。よくぞ発見してくれましたみたいな。山分けしようぜ、山分け。この卵は何の卵なんだろうね。こんな卵は見たことがないな。でも貴重な卵に違いないよ。多分ガチョウの卵かなんかに誰か、美術部の誰かがなんか 色塗って捨てたんじゃないの。すげえ夢がないけどね、現実的だからね。なんだろう、レインボー、何が出てくるんだろうね。クジャクかなんか出てくるのかな。お、うす、こんにちは。よく出ますね最近。ひゃひゃ、これは校長先生いらっしゃいませ。今日は人気漫画誌、お、ゲームの次は漫画雑誌か。生徒に人気の漫画雑誌が分かる上読み放題です。それはつまり好感度な。なんで好感度につながるんですかそれは。まあ生徒との話題がね、共通の話題ができるからまあいいけどね。心配しないでください、この雑誌にはこの先20年分の漫画が書いてある。マジかよ、ハンターハンターの続きとか載ってるかな。最終回まで行ってるかな。めっちゃ欲しいんだけど。20年は好感度アップの効果が得られるでしょ。もう好感度100だからいらないんだけどな。損はしません、ぜひ買ってください。多分500万でしょこれも。20年分で500万。でもハンターハンターの続きが見られるんだったらちょっと買いたいな。だって20年分夢のような雑誌だよな。どんだけ熱いの。まあ、電子書籍みたいな感じかな。じゃあ買います買います。わ、これで当分困らないね。やったー、人気漫画書手に入れた。何この闇の商人、超欲しいんだけど。ハンターハンターの続きマジで。今冬休みだから明日になれば授業料とか支払われるのかな。多分そうだよね、行事設定。夏休み過ぎたら2学期始まって、だから3学期の始まりに多分授業料が振り込まれると思うんで、
じゃあここで稼いときましょうか、またね。学校情報で授業料をまた50万にします。あ、ゼロじゃない、50万。 OK で、あれだね、先生の給料も下げちゃおうか。そうすればさ、一気に収入増えるんじゃない。多分ね、給料支払われるのも明日だと思うんだよ。だから教師の給料をちょっと下げます。覚えとかないといけないんだっけ、これ。でも金額覚えらんないよ。じゃ中年の人は25万ぐらいで、若い人は17万ぐらいと覚えときゃいいかな。で、もっと年いってる人たちは30万円って感じかな。 OK、 じゃあそれを覚えといて、今から給料を上げ、下げていきます。給料をやっぱ出来高制というか、やっぱり能力に見合った給料を払っていきたいんですよね。ゼロでいいや。はい、ちょ、全員の給料をゼロにしたいと思います。いわゆるただ働きというわけですね。まあでも私今好感度100なんで、さすがに一気にゼロになるってことはないと思うんですよ、好感度が。なので1日ぐらいね、ただ働きしても文句はないと思うんですよね。だってカリスマ校長ですから、私、はい、慕われてますから。あ、校長先生は多分何かね、理由があってただ働きをさせてるんだって、そう思ってくれて、多分ね、好感度もそんなに下がらないんじゃないかな。なので、はい、皆さんの給料をね、一律ゼロ、ゼロで、やっぱね、給料に差があるっていうのはね、不平等だと思うんですよ。はい、みんな等しく0万円ね、ゼロであれば、なんか、なんだろう、赤信号をみんなで渡れば怖くない的理論で、みんな許してくれると思うんですよね。はい、なので、ちょっととりあえずは、3学期は給料ゼロでいきたいと思います。このままだと借金が返せないんで、はい、それだとまずいんで、まあ、好感度はちょっと下がっちゃうかもしれないけど、ゼロになることはないと思うんで、とりあえず給料、全員の給料を、ゼロにしたいと思います。で、この人も31万から0万に。OK! これで、全員分0円にしました。これで、きっとかなり収入増えるんじゃないかな。今ね、不満度がみんな教師の不満度がほぼゼロに等しいんだよね。若い人は結構多いんだけど、20代より上の人とか結構ね、そう、不満がゼロの人が多くて、多分ね、大丈夫だと思うんですよね。はい。じゃあこのまま次の日にしたいと思います。ちょっとセーブしてからね。はい、じゃあセーブします。OK! じゃあ終了しましょうか。今、3043万借金があるんですよね。これがどこまで減るか。じゃあ終了します。頼むぜ。頑張ったよ。どれだけ増える？どうでしょう。おー、めっちゃ増えた、やった！2300万も増えたぜ。これ勝ったな。好感度も9しか下がってない。いいね。あ、なんか変な人がいる。何この人。おはよう校長、研究所の人が来ているよ。あ、卵のやつか。なんかの組織の人かと思ったわ。怖っ。お初にお目にかかります。では本題の方ですが、校長先生。うわ、見た目めっちゃ怪しいね。なんすか？ものすごい発見ですよ。え？会長の卵の化石です。大変貴重です。ぜひとも私たちにいただきたい。あ、化石だったんだ、あれ。じゃあ、羽化はしないんだね。え、会長って何の会長だったんだろう。すげえな。え、もちろんただでは、あ、マジ ?1200 万でどうでしょう。あ、これ借金返しちゃうじゃん。でもさすがにね、1200万はちょっと安いですね。もっとね、1億ぐらいじゃないと、ちょっともう少し高く。はい。これ以上、出せませんよ。売る気がないならもう結構です。この卵をお返し。いや、売るよ、売るって。ああ、待って、ちょっと1200万かパーになってしまう。ガメッサがクソ、貴重な化石だったんだね、知らなかったよ。そんな、ちょっと頑張れよ、貴重なら。もうちょっとさね、もうちょっと1500万ぐらいぐらい出してくれよ。だって俺アイテムランドがないんだけど。ちょ、マジかよ、せっかくの会長。ここら辺に入ってるとかない？あ、ゲットアイテムあるじゃん。これ何？あ、レシピか。レシピ一覧。これがデザートか。こんなにたくさんあるの？あ、なんかたくさんあるよ。何これ？ジョージの写真だって。いらねえんだけど。ビービー感じる。これは？あ、人気漫画誌。あ、ゲーム誌もあるんだ。すごい。これコレクションもあるんだ。お、すごいじゃん。あ、じゃあこれ譲らなかったからゲットできたんだ。あ、じゃあ譲らなくてよかったじゃん。これ全部コンプリートしたいね、なんか。せっかくだし。わ、めっちゃあるじゃん。どんだけあんだよ。そんなにイベントたくさんあるのかね。すごい。あ、楽しみだな、これは。OK。で、今、教師の不満度とかどうなってるか、ちょっと怖いんだけど見るの。どれぐらい増えてる？あ、全然増えてない。何この人たち。いいの？ゼロで。ただ働きでも全然 OK ってこと？あ、なんだ。
え、じゃあこのまま0万円で年末まで過ごそうか。年末通過。俺が担任じゃねえ、この学校に赴任してる間は全員ただ働きでお願いします。やったぜ。